スマホ首を予防解消するストレッチ方法。皆さんこんにちは。更年期トータルケアインストラクターの永田京子です。皆さん今日もチェプラチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。さあ今回はスマホ首を予防したり解消していく、そんなストレッチ方法をご紹介していきます。スマホを使っているうちにもう気がついたらこれを見ながら首や肩周りがガチガチに凝り固まっていたなんていうようなことありませんか？またスマホでなくてもですね、私たちお料理をする時もパソコンをする時もまた洗濯物を畳む時もすごくこう下を向きながら生活をするっていうことがとっても多いです。で首がこのように前に突き出ている状態っていうのは、頭の重さってだいたい5、6キロあるんですけれども、その3倍近くの負荷がこの首の筋肉や肩周りの筋肉にかかるというふうに言われているんですね。すごく負担が大きいです。そしてこのスマホ首ですごく負担がかかるっていう筋肉が2つあります。1つは顔を横に向けた時に見えるこの胸鎖乳突筋っていう筋肉、この首の横の筋みたいなものがあると思うんですけれども、これ筋肉なんですね。胸鎖乳突筋という筋肉と、あともう一つは首の後ろ僧帽筋の上部の筋肉ですね。ここにすごく大きな負担がかかります。でそこで今回はこの2つの筋肉をストレッチしていく、そんな方法をご紹介していきます。続けていくと首こりや肩こりの解消だけではなくって、このデコルテラインがすっきり美しくなっていったり、またストレートネックが解消されたりというような効果も期待できますので、ぜひ試していきましょう。はい、ではまず一つ目の方法です。胸鎖乳突筋のストレッチ方法です。胸鎖乳突筋、先ほど言いました、顔を横に向けると出るこの首のこの横の筋みたいなもの、これが胸鎖乳突筋、筋肉なんですね。でここを今からストレッチしていきます。まず片方の手を肩の上に乗せます。でこの時に肩が上がらないように、肩ぐーっと引き下げておいてください。でこの状態から顎を上に向けます。ぐっとね、上を向いていくんですね。顎が天井に引っ張られるようにこうぐっと上を向いていきます。でこれでもストレッチされているんですけれども、ここからさらに伸ばしていくためにこの状態から、顔を傾けていきます。少しね、首をひねるようにしていきます。そうするとこのね、首の前が胸鎖乳突筋がぐっとストレッチされるのが感じられると思います。ぐっと伸ばしていきます。はい、OK です。ではですね、ゆっくり戻していってください。今度反対側も同じように行っていきましょう。反対側もね、手を置いていただいて、で肩をぐっと引き下げます。引き下げます。で肩は下げた状態のまま、まず上を向きます。顎が天井に引っ張られるようなつもりですね。ぐっと上を向きます。でこの状態のまま顔をひねります。でそうするとこの胸鎖乳突筋がぐっとね、ストレッチされるのが感じられると思います。うぐぐぐぐと伸ばしていってください。はい、 OK です。ではゆっくり戻してください。これね、ちょっと動画だと1回ずつしかやっていないんですけれども、お家ではですね、もう5セットずつぐらいですね、やっていただけたらと思います。でここから今度はこの首の付け根の部分、僧帽筋をですね、ちょっとグーッとストレッチしていきたいというふうに思うんですけれども、どうするかというと、手をですね、首の後ろ、頭の後ろでこのように組んでいただいて、でこの状態からぐっと顎を引くようにしていきます。で頭結構重たいですので、手で頭の重みをちょっとカバーしてあげるようなつもりで、なので頭をちょっと持ち上げてあげるようなつもりにしていただいて、で顎をぐっと引くんですね。二重顎になる状態を作っていきます。結構背中の上の方、背骨の上の方、胸椎のあたりがストレッチされているのが感じられると思います。はい、戻します。これをですね、10セット行っていきましょう。いきます。10、ぐっと顎を引きます。戻します。あと9回、ぐっと顎を引きます。戻します。あと8回です。ぐっとこう手はね、持ち上げるようにしていってください。下ろします。もう1回いきましょう。ぐっと引きます。戻します。
あと6回グーと顎を引いていただいて戻します。あと5回です。グッと二重顎になる状態を作ります。戻します。あと4回です。これ下を向くんじゃなくて、こう顎をグッと引くような感じですね。後ろに引くような感じです。戻します。あと3回です。グッと戻します。あと2回あと少しです。グッとね、顎を引いていきます。戻します。ラストを1回グッと顎を引きます。はい、戻します。はい、OK でーす。あとはですね、軽く首を回してあげたりとか、首を横にも傾けてあげたりとか、で、この時肩もね、引き下げるようにしていただいて、首周りの筋肉を軽く柔らかく保ってあげるように日頃からですね、ストレッチしてみてください。どうしても私たち生活していると下を向きがちな生活が多いです。で、そうするとこう頭の重みで首や肩を痛めやすく、また凝りやすくなってしまうっていうことがありますので、もうぜひぜひですね、もう気づいた時にこまめに動かすようにしていただいて、そしてもう血流を良くして筋肉も柔らかく保って快適な体で過ごしていきましょう。じゃあ今日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。このチャンネルではあなたがより健康に豊かな人生を送っていくような、そんなきっかけになりたいというふうに思っています。これからも皆さんの役に立つ動画を上げていきたいと思っていますので、チャンネル登録をお願いします。私の運営する NPO 法人イチャブラの更年期ナビゲーター研修が好評です。オンラインでどこからでも受講できます。より自分らしく健康に生きたいという方、更年期の知識や対策ケアの技術をご自身やご家族、またご自分の仕事や活動で役立てたいという方、ぜひご参加ください。また LINE の登録もお願いします。またおかげさまで本が出ました。更年期との付き合い方が分かり、さらに心も体も前向きになります。ぜひお読みください。更年期はチェンジオブライフです。心と体と向き合って人生をもっともっと楽しんでいく、そんな土台を作っていきましょう。もし今日の動画がいいと思ってくださったら、高評価やいいねボタンを押してください。またチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。もしよかったら Twitter などでこの動画シェアしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。